どうも皆さん、こんにちは、ケイです。今日はですね、久しぶりに撮影機材の話をしたいと思います。それがですね、こちら。ホーリーランド、ラーク M1、ワイヤレスピンマイクになります。今ね、ここにつけてるんですけど、これと、あと今ここ、iPhone にね、こうやって受信機をつけて、音声を収録をしております。はい。で、今回は、このラーク M1 っていうのを紹介もそうなんですけど、プラス、動画をね、始めようと思った時のマイクの選び方とか、考え方とか、そういうところまでシェアできるように動画作っていきたいと思いますので、よかったら最後まで見てみてください。今回はこのラーク M1 っていうのをホーリーランドさんからご提供をいただいたので、せっかくなんでね、こういう初心者向けのマイクの動画を作ってみようということで、今、撮影をしております。で、まあ、最近ね、YouTube 撮影する機会とか、Vlog を始める人とか、あと、例えば会社のインタビューを撮影しなきゃいけなくなったとか、動画とか音声を撮らなきゃいけないシチュエーションっていうのはめちゃくちゃ増えてきてるかなと思うんですけど、カメラはね、やっぱり映像を撮るからってみんなこだわるし、このカメラがいいみたいなのがあると思うんですけど、いかんせんマイクはね、あんまり気にしなかったり、どれを選べばいいのっていうのがあったり、こう難しいですよね。いろいろ種類もあるし、値段もピンキリだし、みたいな。なので、そこに対して一つこう、答えを出させていただければな、というふうに思います。いろいろね、マイクっていうのは種類がありまして、ここにあるようなですね、これはコンデンサーマイクって言われるものになったり、あとはダイナミックマイクとか、あと、ショットガンマイクなんていうのもあります。で、その中で、なぜ僕がこのワイヤレスピンマイクをおすすめするのかっていうのが、いくつか理由があります。3つぐらいありまして、一つは人の声を簡単に撮影することができますというところと、もう一つが自由に動くことができる。それから三つ目が話してる人、話者にマイクの存在を意識させないという、この三つが、まず初心者のおすすめのポイントとして三つあります。で、その人の声を簡単に取ることができるっていうのなんですけど、このワイヤレスピンマイク、これ自体がすごく操作が簡単だっていうのもありますし、例えばショットガンマイクって使ってる人が意外と多いんですけど、あれめっちゃくちゃ難しいんですよ、扱いは。指向性って言って、この範囲しか取りませんみたいなね、音を取りませんみたいな。そういうのがショットガンマイクってちゃんと決まってるんですけど、それが結構シビアなので、そこからずれたりとかすると、音をしっかり取らなかったりするんですよ。場所をちゃんと調整してとかで結構難しいんですよ。だからあんまり初心者のうちはショットガンマイク手出さない方がいいかなっていうのが僕の持論でして。で、じゃあコンデンサーマイクとか、これですね。コンデンサーマイクとかダイナミックマイクはって言ったら、やっぱりですね、例えばコンデンサーマイクとかだったら、オーディオインターフェースが必要ですよとか、録音する機械が必要、録音するソフトウェアが必要ですよとか、結構ね、導入にハードルが高いと。で、カメラの覚えることでも精一杯なのに、マイクのことも難しいってなってきちゃうから、そういうことで言うと簡単に、カメラに挿すだけ、iPhone に挿すだけで簡単に収録ができるっていうのは、結構大事なポイントだと思うので、おすすめをさせていただいておりますってところです。それから自由に動くことができるってことですけど、今見てわかるように、何もケーブルとかもついてないんですよ。まあ、ワイヤレスなんでね。だから、こう、動くことが、自由に動くことができます。っていうことです。例えばこのコンデンサーマイクでここに置いて喋るんだったらもうここで固定なんですよ。動けないんですよ、これ以上。ないと、例えば動いちゃったら声がちっちゃくなってしまうんです。でも、このピンマイクをつけていればどこに動いても基本的に口とここマイクとの距離って変わらないので。なので、常に見えるような音声を取ることができますよ、という感じが、このワイヤレスピンマイクの強さ。だからそこまで意識しなくても映像、ちゃんと音声はしっかり撮れてるよっていう状態を作ることができるというところが、やっぱり初心者向けかなというふうに思います。それから、話者にマイクの存在を意識させないっていうのがあるんですけど、それはね、例えば、まあこういうのもこう置いて撮影する。かっこいいんだけど、これはこれでかっこいいんだけど、話してる人が、やっぱり話してる内容、プラス、ここに話しなきゃいけない、話さなきゃいけないとか、いう意識が出るし、例えば YouTube を撮っていても、なんかその盛り上がってるとここで撮るの難しいし、例えば企画の内容的にはこう物動かなきゃいけない、撮影しなきゃいけないってなった時とかに、これを意識してこうやって動くのって大変なんですよ。でもそれを、これだったらワイヤレスだからもう動き回れるし、まあさっきもちょっと言いましたが動き回れるから、マイクの存在を一旦忘れることができるんですよ。で、まあ始めたての時ってね、
例えば YouTube だったら、自分の話す内容、それから、今ちょっとここにね、映像映ってますけど、ちゃんと映ってるのかなとか、色味はどうかな、ピントはどうかな、再生ボタン回したかなとか、そういうのいろいろ考えなきゃいけないんですよ。結構それは大変。って中で、マイクのことは一旦忘れられるっていうのはメリットだったなというふうに思うので、そういう意味でも初心者には向いてるかなというふうに思います。それぞれのマイク、いろんな種類ありますけど、そのマイクには適切なシチュエーションっていうのが分けられてて、本当はそういうのを特性を理解して適切なところにそのマイクを運用するというのが正しいんですよ。でもいきなりそんな無理じゃんっていうことなんで、だからまあそういう意味で言うと、ワイヤレスマイク1個持っとくとかなり融通効くし、その後もずっと使い続けることができるので、初心者におすすめですよというのがワイヤレスピンマイクになります。でですよ、今回ご提供いただいたこのホーリーランドさんのラーク M1、 これの良さちょっと提供いただいたのでご紹介したいんですが、これね、めちゃくちゃいいんですよ。提供いただいたからいいって言ってるわけではなくて、本当に良くて、このラーク M1 のいいところ、ちょっと3つ先に言いますね。操作が簡単ですぐに録音できる。それからワイヤレスで邪魔なケーブルがない。そしてお手頃価格っていうのが3つあります。で、操作が簡単ですぐ録音できる。どういうことか。まず、これがね、何かというと、ケースになってて、ケース兼充電器です。で、イメージ的にはワイヤレスイヤホンと思ってください。AirPods みたいな。これが充電器です。で、これパコって開けると、中に、受信機と送信機2つ。で、この送信機はマイクを兼ねます。このマイク2つと、だから受信機は1個出てきます。これを取るだけです。終わり。もうそれで勝手にペアリングされます。ワイヤレスイヤホンは取るだけで iPhone とかスマートフォンにつながるのと一緒で、パコって取るだけでペアリングが完了します。で、この受信機側を今であれば iPhone にこうやって挿してあげてる。こうケーブルでね、ここのケーブルで挿してあげる。カメラであればカメラに挿してあげる。っていう風にするだけですぐに収録することができます。っていうのがめちゃくちゃ強みですよね。これだけなんで。ついでに言うと、この2個マイクがついてくるので、対談形式とかインタビュー形式とかを簡単に取ることができるし、自分が YouTube 撮ってても自分とあと1人誰かとかって声を入れることができますというので、大概のことがこれでできてしまうというところですね。で、さっき今これね、iPhone につけてますけど、このケーブルの部分を変えることによって、これは今 iPhone ですけど、この Type-C のものとかを購入すれば iPad とかに録音することもできるし、こういうのをこれでね、カメラにつなげたりすることもできますよというところで、今 iPhone につないでますけど、そうやっていろんなところに録音して、だからカメラに直接行かなくてもいいんですよ。これパソコンとかに直接録音することもできるし、映像がいらないときは、映像だけ、iPhone に撮ってあげればいいとかね。そういうことが簡単にできるし、対談の記事を書かなきゃいけない。で、音声撮らなきゃいけない。で、今まではここに IC レコーダーを置いてたけど、じゃなくてこれにね、iPhone つなげて、ここに、話す人の子につけてもらえれば、しっかり音声が撮れるし、なんなら音声コンテンツとして後から利用ができたりするので、そういう用途でも、映像の撮影以外でもそういう使い方ができるんじゃないかと思います。ワイヤレスで邪魔なケーブルがないというのも大事なポイントでして、これはもうワイヤレスイヤホン、ワイヤレス、ピンマイクに関してはどれもそうなんですけど、ケーブルがないので、ケーブルの取り回しとか考えなくていいんですよ。このままただつければいいので。簡単でございます。かなりの距離離れても撮影ができるんですけど、まあ基本的にこの部屋の中だったら特に問題ないかなというふうに思います。一応公式で何メートルって出ると思うので、この辺に出しておきますね。それから、お安いんですよね。お手頃。お手頃のお安い。ちょっと今の Amazon の価格、最新価格出しておきますけど、Amazon のね、セールとかそういう時に買うともっと安いんじゃないかなと思います。で、この価格でいて音が結構いいんですよ。今、ずっとね、これ、ラーク M1 で音を取ってますけど、どうですか音質。全然いいでしょ。実際には、ちょっと、ホワイトノイズ乗るんですよ。ね。でもこれは、BGM つければ聞こえないし、なんなら少し詳しい方だったら、編集ソフトで、一発です。このホワイトノイズぐらいだったら消えますので、そんなに心配することがないと思います。それで言うと、本当に機能面問題ないのに、もう値段的にはライバルに比べてすごく安いし、音質も結構いいし、あまり隙がないなというふうに思います。詳しい方もね、じゃあここにラベリアマイクってあるんだろうか、マイピンマイクつけたいとか、そういうことはできない。だから、機能的に絞られてるんだけど、最初に買うには必要十分かなというふうに思います。あと何でしょう。レベルメーターとかないんですよ。今どんぐらいの音声で収録できてるとか、そういうのが、上位機種になると、それがこう液晶で見れたりするので、そういうのが必要だったら、プラスだから結構2、3万とか出して、そういう機能をつければいいと思うんですけど、いるのかというところはしっかり考えて、ご購入いただいた方がいいと思います。大抵の場合はこれで十分だっていうことをちょっとお伝えをさせていただきます。はい。自分に適したマイクっていうのはさっきも言いましたけど、すっごい選ぶの難しいんですよ。で、音質も、どのぐらいで重視するのかとか、あと電源をどこから取ってくるのかとか、あと指向性はどうするのかとか、2人なのか3人なのか、どれぐらい環境音はいるのか、
バッテリーはどうなのか、サイズはどうなのか、ケーブルはどうするのか、めちゃくちゃ考えることがたくさんあるんですけど、一旦こいつを買っとけば、あんまり考えることがなくて済みますので、初心者の方には特にお勧めをしたいなというふうに思います。でね、これね、こういうキャリングケースもついてくるので、外で収録をするという時はね、ここに入れて持ち運ぶことができるし、こういうモフモフね、モフモフもついてくるので、風防って言うんですけど、これで風を防いで、外でも結構綺麗にね、音を取れますよと。一応ノイズキャンセリング機能もついてるんですけど、まあ、ちょっと音質が落ちるので、あんまりどうかなとは思ってます。はい。ではね、まあ、全部褒めたたいててもちょっと信憑性ないと思うので、これのね、まあ、デメリットっていうか、そもそもこのワイヤレスピンマイクの合わないシチュエーションっていうのもあります。ちょっとそれをお伝えすると、例えば音楽や歌、その収録、そういうのは合わないです。それはね、音質がいいマイクを使ってくれという話になります。それから声のみをコンテンツにする、例えばポッドキャストとかは、まあ、できればこれがいいんじゃないかなと思います。こういうコンデンサーマイクとかダイナミックマイクがいいと思います。YouTube 動画でいうところのカメラっていうことなので、ポッドキャストだとね、音声だけだから。だから音声にこだわってもいいんじゃないかなと思うんですけど、じゃあこれで撮れないかというとそんなことはなくて普通に撮れます。ただ音質がより良いリッチな音になるので、まあ、ポッドキャストをメインでやられている方は、こういうコンデンサーマイクとかを使った方が長い目で見るといいのかなというふうに思いますが、大抵の場合、これでいいんじゃないか。YouTube 動画もそう、Vlog もそう、インタビュー動画もそう、声を正確に撮りたいという時には、もう全てのシチュエーションでこれがおすすめできるというふうに思います。はい。ということで、これ自体のね、いいところと他にもいっぱいあって、まあ、これ全部紹介すると大変だから、まあ、スペックシートはね、ご自身で見ていただければと思いますけど、まあ、初心者の方もね、それ見たところで見たところがあると思いますので、ご自分が思うね、特に重要なところっていうのを紹介をさせていただきました。とてもいい商品だというふうに思います。自分も今使っててね。うん。まあ、案件だから、っていうか、その、提供してもらってるから、褒めてる、みたいなやつではないので、全然ご安心いただければと思いますし、僕の場合、この、こういう提供いただいたものをきっかけにそこから広げてお話をする。まあ、今回で言ったら、初心者向けのマイクの考え方とか選び方とか、そういう特性とか、そういうのをお話しさせていただいたんですけど、まあ、ただのレビューだけではなくて、これを見てもらったことによって、まあ、これを買わなくてもなんかために皆さん見てくれた方がためになるような動画に心がけてるので、よかったらチャンネル登録と、それからいいなと思っていただけたらいいねをお願いをいたします。それからコメントもぜひいただければと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、今回マイクのお話をさせていただきました。こういう、なんだろう、撮影機材とかね、多分動画を始めたいとか、そういう方って結構多いと思うので、そういう方のお助けになるようなものがあれば、積極的に紹介したいと思いますし、逆に言うとなんか、すごくマニアックというか、プロ向けのやつとかはそんなに紹介しないので、ご安心いただければと思います。とってもよかったら紹介するかもしれないけど。一個に絞って紹介することはあんまないかな。こういうのを持ってますぐらいの紹介の仕方かな。と思いますので、よかったらチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。よろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。ぜひ、ラクーマ買ってください。下のリンクから買ってください。よければ、よろしくお願いします。はい。ではまた次回の動画でお会いしましょう。Kでした。